これまでのバイオハザードリベレーションズ。聞かせてくれオブライエン、全てを明らかにしてくれ。全て計算通り、問題はない。クイーンディードで引き続き宴を楽しんでくれたまえ、ノーマン君。裏の顔を持つモルガンに感づいたレイモンド、彼と私が共に仕掛けた罠、それがベルトロの復活劇だ。雪山のアジト、そして皆を船に集める作戦、全てがモルガンを炙り出すための罠だ。だが私はまだ諦めていない。二人が残した置き土産が切り札となる。それが最後の女王。いや、クイーンディードだ。彼女はあの日から今まで海底で眠り続けている。だとすればその場所はテラグリジアね。ああ、そうだ。我々 BSA はここで諦めるわけにはいかない。以上だ。FBC だ、動くな。全員両手を上げろ。ゆっくりとだ。モルガン・ランズディール、君たちのショーはこれで終わりだ。現時刻をもって BSAA は FBC の指揮下に入る。クライバー・アル・オブライエン、キ君をテロ組織ベルトロとの共謀容疑で拘束する。クリス、ジル、君らが最後の希望だ。見えてきた。あれがテラグリジア跡か。ここにクイーンディードが。まもなく降下ポイントに到着。あれがクイーンリード、3番目の女王。静かね。時までが止まっているかのよう。海岸で調査した漂着物。モルガンの周辺海域封鎖、理由はこれか。
ベルトロの慣れの果てだったの。まだ生きている個体が。注意しろ、水中で組みつかれたらなすすべがない。電子ロックね。緊急用電源が生きてればいいんだけど。断線もしているなら俺が直してみる。お願い、私は電源を探してくるわ。了解、そっちに戻るわ。Thank you.
危なかった。さあ先へ進もう。まだ空気が。誰なの？死んでからまだ日が浅いわ。FBC か。何か手に。録音開始。 FBC 特務機関所属ダリオ・バリオに19時48分レコーダーを入手した。後続部隊にランズディール長官への報告を要請する。我々は悪魔と遭遇してしまった。チーム全員の死亡を確認。目標である映像端末は未回収である。任務は失敗した。奴らは座して死を待ってなどいなかった。我々 FBC を標的を待ち構えていたのだ。あれは復讐の動き。ジル、そっちじゃない。先へ進むぞ。まるで殉教者だ。
海底深く沈んだ。人の身では脱出は愚か、生き残ることすら不可能だ。だが我が身の咎として甘んじて受けよう。だがモルガンよ、貴様にも安息の日は訪れない。我々は不死となる。我が身の怒りは不滅と化す。との取引を記録した映像はここだ。我々は真実を守り通そう。何年でも何十年でも。ジャック・ノーマン、あれがベルトロの指導者。奴の持っている映像端末が俺たちに必要な証拠だ。Moments later. そして恐怖におののくのだ。
うわっ、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 モルガン、モルガン・ランズディール、貴様にはめられ我々ベルトロは、うわっ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 、モルガン、貴様が欲するものはこれか。そうだ。これは貴様のくそったれた欺瞞の所業を暴く真実の記録。うっ、うわー、うわこの中に真実を暴く証拠が。待て。モルガン、よく見ろ。貴様の所業がもたらした地獄を。もう無駄よ。彼には聞こえてないわ。
終わった。やっと死ねるのだ。これで私は。これがモルガンに踊らされた結末か。彼にとってせめて死が安らぎであることを祈るわ。それで散布手段は用意した偽装客船に UAV を積んでおいた。散布に使えるだろう。いいだろう。ではブツを見せてもらおうか。ティー・アビスだ。ワクチンはない。まだな。まあそうだろう。この量で町をひっくり返せるわけだ。話は終わった。失礼するよ。誰も想像つかないだろうな。我々忌むべきテロリストに力を与えたのが親愛なる FBC の長官殿であるとは。見ての通り、あなたも今回ばかりは言い逃れできなさそうですな。 DSAA を見くびっていたようだな。そして君のこともだ。封鎖していたテラグリジア付近で見つけたものです。もちろん解析済みです。お返ししましょう。オブライエン君、本当は君も気づいているのだろう。テラグリジアパニックがなければ愚昧な大衆どもは眼前の脅威に気づくこともなかった。ええ、それはそうかもしれません。私を拘束できる者などいない。世は導きを求めていた。大義のためなすべきをなしたのだ。それは奇弁ですな。あなたは言った。何時一切の望みを捨てよと。だが私がダンテではないと同様、あなたもウェルギリウスではない。モルガン・ランズディール、現時刻をもってあなたの FBC 長官の任を解く。それからテラグリジアパニックをめぐるテロ組織ベルトルとの共謀容疑で拘束させてもらいます。一つ言わせてもらおう、オブライエン君。 BSAA は大きな間違いを犯しているぞ。どこかで聞いたセリフですな。これでテラグリジアの真実が明るみとなるな。ええ、でも代償は大きかったわ。 BSAA の一から出直しか。今日の嵐は止んだ。でも明日は分からない。
案外うまくやれたわね。組織も思ったよりあっさりとモルガンを切るなんて。そんなもんさ。じゃあ後の報告はよろしく。ああそうそう、なんでパーカーを？想像に任せる。でも BSAA がここまでとは思ってなかったわ。これからがちょっと楽しみね。ああ、お楽しみはこれからだ。